真面目派はラブフォー、快楽派はアウトランダー PHEV、 まあこれくらいの差はあると思いますね。てなわけでカーン第3のバトル走りです。まずはねラブ 4PHV の方から乗っていて、しかもこれ半分電気自動車のプラグインハイブリッドなので EV モードで走ってますが、これ走り味全然違いますね。まあ出力的にはねエンジンも足した時の総合出力はこちら306馬力キロワットでいうと225で、アウトランダー PHV より上なんですけども、電気モーターに限って言うとほぼ同等で、あちらがアウトランダーが185キロワットなのに対しこちら174キロワットで、まあほぼ同等だけどラブ4の方がモーターパワーだけで言うと負けてるっていう感じなんですけど、あのね中間加速とかはそんなに気持ちよさ変わらないんですけど、発進した時のね月の良さとかはアウトランダー PHV はね超気持ちいいんですよ。日産の e パワーにもある種通じるですね電動加速ならではな異様なレスポンスの良さを生かしていて、パッと踏んだ時の気持ちよさはねアウトランダー PHEV すごい。結構ラブフォーもやっぱり、ね、速いです。やっぱり電動モーターならではのトルク感がすごくて滑らかだし静か。ただねステアリングフィールとかはこれねアウトランダー PHEV はねこの四駆電動四駆がすごくて、前後トルク配分をねまめにやることによってフロントのレスポンスであり、まあ、リアの挙動もねすごく制御してあって、あれねほぼ2トンで全長 4.7 メートルの巨大な SUV なんですけど、ね、乗った時のサイズ感はねほんとコンパクトカー並みのレスポンスがあって、そのあたりねラブ4 PHV は電動感の良さはあるんですけれども、ガソリン車の延長で街中の走りの気持ちよさはやっぱりアウトランダーかな。微妙に遅れがあるし電動モーターならではの異様なレスポンスをね生かしきってはない。重さも感じるし、あとステアリングフィールだな、質感は高いし乗り心地の上質感はあるんですけれども、全域の気持ちよさで言ったらアウトランダー PHV はね異様に気持ちいいです。ただしですねラブ4はね効率が良くて、これもスペックに出ていて EV モードにした時の航続距離ですけれども、実は電池量はこちらがですね 18.1 でアウトランダーが20キロで、あちらの方がまあ1割ぐらい電池量が多いんですけども、フル充電からの航続距離でいうとラブ4が95キロなのに対しアウトランダー PHV はね83で、電費性能がやっぱりね今一つなんですよ。まあ効率でいうとやっぱりトヨタの方が電動効率がいいで、要するに電池がよりちっちゃいサイズなのに航続距離はラブ4 PHV の方が上というね逆転現象が起きてしまっている。あとねハイブリッド燃費なんですけども、これ結構圧倒的で、もう充電が切れた時の1リッターあたりの航続距離でいうとこちらラブ4 PHV が22キロ台なのに対しあちらですね16キロ台、1.5 倍ぐらいの差があって、トヨタの THS2 の、ね、燃費の良さが出てます。あとね実は重さもこちらの方がボディが短いせいもあって、こちら 1.9 トン台なんですけども、アウトランダーねほぼ2トンなんですよね。そういう意味ではねやっぱり軽さとあとパワートレインの効率もあって、全体の走行抵抗といいましょうか効率の良さではねやはりラブ4の方が上回ってます。もうね気持ちよさを取るか効率の良さを取るか、もうこれはねはっきりしてます。もう電動感を必要以上にというかね今考えうる限りの技術で一番気持ちよく電動感を発揮させているのがアウトランダー PHEV で、電動感の良さをある程度出しつつ効率の良さを追い求めているのがラブ 4PHEV で、もうね全然違う。もう真面目派はラブ4、快楽派はアウトランダー PHEV、まあこれくらいの差はあると思いますね。もうちょっと空いた道とかの中間加速はねラブ 4PHV もねなかなか気持ちいいです。やっぱレスポンス電動モーターならではのレスポンスとトルクの盛り上がり
があって、まあアウトランダーほどね、すごくこうもうなんだろうな、計算され尽くされた、まあ、ある種うまみ調味料をバリバリ入れたアウトランダー PHV の走りとは全然違って、もっとね素朴な電動プラグインハイブリッドの気持ちよさがこちらにはあると思います。てなわけでお次はアウトランダー PHEV ですけども、ねこれね座るなり全然違うね。これまずねシートがすごく大きくてホールド感があるっていうのもそうなんですけども、やっぱり振る舞いがねもうまあ当たり前なんですけど、電気は加速が超気持ちいいです。超気持ちいいのはもちろんですけど、もうね振る舞いが電気自動車で、これイグニッションかけた時に時々ブーンとエンジンが回るみたいなところがなくて、まあこれは充電状態にもよるんでしょうけれども、ただこれもシリーズハイブリッドって言って、基本的にはエンジンはもう発電機用として使われているので、もう振動の遮断性がすごいんですよ。だからエンジンがかかってもかかんなくてもほとんどもうピュア EV のようなあの振る舞い、音とか振動感があるのはもちろん、加速がこれね日産 e パワーと似てるとはなかなか言わないんですけど、あれと同じですね。まあ、パッと踏んだ時のこうね、お前はもうすでに進んでいたみたいな、その異様なレスポンスの良さがあって、これもう発進の気持ちよさが、まあ、RAV4PHV とは全然違います。あと静かさもこれ静かですね。あとこのもう見てくれのこう見てくれから来るこう高級感っていうのも正直こちらのがクラス上という感じはします。あとね乗り心地がこれ相当いいですね。これね、あとこれそうそう、パッと踏んだ時の絶対的な加速じゃないんですよ。このスッと前に出るこう間髪入れず、それこそねコンマ、数秒レベル、もしかしたら100分の1秒レベルのレスポンスで、加速するというのがすごく、加速するというか前に進むのがねすごく気持ちいいし、ボディサイズを感じさせないですよね。これ車重もほぼ2トンで、RAV4PHV よりも、まあ、100キロ以上か、まあ、それぐらい重いし、全長もですね 4.7 メートルで大きいんですけども、上質感を保ったままこの、まあ、レスポンスとか取り回しした感じはね、まあ、コンパクト化クラスみたいなね、そういうねちょっといいとこ取りをしてる感じがあると思います。あとモニターでかいな、これねおじいさん向けです。ある意味文字がでかい、もう RAV4PHV も今の車としてはまあごく平均的な、まあ、7インチと10、まあ、ほぼ9インチのディスプレイとメーターなんですけど、これ最近のねちょっと電気自動車ならではのインフォテインメントをある種強調したというかね、まあ三菱の気合がこの辺の演出からも感じられます。あとねこれね街中ねもうほんと時速20キロコーナリングなんですけども、これ前も私、開発者のね澤瀬さんと一緒に乗ったインプレッションでお届けしましたがね、具体的にレスポンスがいいし、あの遅れがないっていうことなんですけども、いわゆる2トン車2トンレベルの SUV にありがちな大味感がない。まあ安定感はあるんですよ、大きい車ならではの安定感はあるんだけども、レスポンスは非常に良くてですね、このコーナリングもいちいち気持ちいいという、正直ねRAV4がやはり SUV だとしたら、これはちょっとしたね大型サルーンというね感じはします。あと地味だけど重要な違いがですね、この RAV4PHV はもうね普通充電しかない、それなのに対しこの三菱のアウトランダー PHV はですね普通充電と急速充電がつく、つまりねその分また V2H というか家とつなげて電源として使うということもできます。でね RAV4 なんでつけなかったかっていうと、この方がやはり価格が抑えられるっていうのもあるんですけども、マナー的にそのプラグインハイブリッドでエンジンで発電できるのに急速充電器を使って、社会的に迷惑をあまりかけないようにしたいっていう気持ちもやはりあったそうです。てなわけでガチ比較アウトランダー PHEV と RAV4PHV ですけども、
じゃが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 じゃじゃん、勝敗はこちらです。まあね、正直ね、まあ、LAV4PHEV のが燃費、さらに電費で、まあ、そういった意味では効率の良さは間違いなく良くて、やっぱトヨタの THS2 の凄さは改めて感じるんですけども、やっぱね、乗った時の気持ちよさ、それで比べてみるとね、上質感はやはりね、こちらの方が上です。まあ、ある意味あのね、やっぱりね、三菱のまあもう起死回生のね力が入りに入りまくっていて、こちらはまあね、これ実はね、リセールバリューで見てもこれ、ね、ガソリンのラブはかなり高いんですよ。5割台3年後で5割台なんですけど、ラブ4PHEV はね、実は4割台で、ある意味ね、トヨタはまだプラグインハイブリッドに、まあ、そこまで本気じゃないと言いましょうか。まだ三菱ほどのね、なんかね、全てを投げ打ってもいい車作るぞっていうのがね、もう乗るとね、すごく感じます。もちろん燃費の良さっていうのも大切なんですけれども、乗って間違いなく気持ちいいし、一クラス上の車に乗った気がするのはね、やはりアウトランダー PHEV だと思います。